ここ俺にまたあるんだよ、というのか。流れた血がその人を思う誰かの涙だよ。西郷さん、わしは自分の意志で友達の剣になろうち思うたがじゃ。運動の旅は次第に名を刻む偉大な侍だ。いずれ切ってもらわねば。わかり申した。お前は信じたことをしただけだ。人は血によって動くにあらば情によって動く。西郷だとすれば私が切ります。どういて変わったかじゃ。友達じゃき、たくさんの血が流れた時代だったけど私は楽しかった。きっかけは加納さんの手紙からだった。